まあ、あとねこれ今年元日ね、あの3年ぶりにちょっと実家に帰ったんですよ、ね、で実家の両親とあと妹の家族が近くに住んでましてね、で妹に3人子供がいまして、一番上が中学3年生のねねちゃんって女の子で、2番目が中学校1年生のそうくんっていう男の子で、で3人目がみのりちゃんって言ってね、6歳のまだ年長さんなんですよ、幼稚園の。でねねちゃんはまあ最初の子なんでね、まあいろいろ思い出あるんですよ。まだねねちゃんがこんなちっちゃい時ですよ、僕と嫁で実家に帰ったんですね。したら最寄り駅の改札でもうねねちゃんが待っててくれて、僕らの姿が見えた瞬間にぴょん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 こう飛び跳ねて、飛び跳ねすぎて転ぶっていうのがあったんですよ。もうめちゃくちゃ可愛いじゃないですか、そんなので。そっから何年か経って実家帰ったら、ねねちゃんがもう小学校 3,4 年の時ですよ、僕を見るなり、なんだいたんだって言われましてね、で子供の成長やべえなと思って、で前回行ったのが小学校6年生の時だったんですよ。でねねちゃんがとしくんって、まあ僕としひろって言うんでね、としくん謎かけしてってこう言ってきて、でいいよっつって、なんかお題出してって言ってね、でお題もらったんで、じゃあ整いましたって言ったら、そんなことよりオセロやりませんかって言われて勝手だなって言ってねそんなんだったねねちゃんがこの間あったら中学3年ですよ、もう大きくなってて落ち着いた女の子になってましてね、ああ大人になりつつあるんだなーなんてその時ちょっと思って。で一番下のみのりちゃんが6歳じゃないですか、前回行った時3歳だったんですよ。で僕に対して全く懐かなかったんですね。行く前妹から聞いたら、その日ね僕が行くってなったら、ずっとみのりちゃんがとしくん来るのやだ、トシ君来るの嫌だっていうのをず呪文のように唱えてたって言うんですよ。でこっちはね、可愛い可愛いで接しようと思ってるのに、で実際会ったら本当目合わせてくんないんですよ、ずっと目線そらすんですね。でみんなでバカ話してわーって笑ってる時に、みのりちゃんと目合った瞬間にってやられたんですよ。嘘でしょと思って、でその時にね、あのお土産でプリン買ってったんですよ。でみんなにこう渡してる時も、もう一人そっぽ向いてありがとうってやって受け取るんですよ。で帰る時に目を見て初めてバイ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 って言ってくれたんですね。でちょっとそれでテンション上がって、妹に見たかと、ついに俺に懐いてくれたぞって言ったら、違うよ、帰るから嬉しいんだよって言われてそんなんだったのね。で今回それ以来なんですよ、会うのが。でまた目合わせてくんなかったらどうしようと思って、でただいまって帰ったら、みのりちゃんがとしくんが来たって家の中走り回って、で僕のとこまでかけてきて、今日ねみのりね、としくんとたくさん遊ぶのって言ってきたんですよ。ものすごい懐き方じゃないですか。あっという間におじさんメロメロにされましてね、もうそっからたっぷり遊んだんですけど。で真ん中のそうくんっていうこの男の子が、前回行った時4年生だったんですよ。で、あのとしくんキャッチボールやろうって言って、で分かった分かったって近くの公園でねキャッチボールこうやったら、まさかのあの4球か5球投げたとこで飽きたって言い出したんですよ。で俺サッカー超うまい、サッカーやろうって言い出して、めんどくせえなと思って、一回家に帰ってサッカーボール取りに帰んなきゃいけないじゃないですか。でボールこう蹴り合ってね、お互いやってて、でこんなのもまあまあね、すぐ飽きんだろうなと思ったら、これが40分続いたんですよ。マジかよと思って、で20分過ぎたあたりで終わろうよって言ったら、まだやるっつってずーっとやるんですね。でヘトヘトなって家帰ったんですよ。そうしたらまたそうくんが、トシ君相撲取ろうって言い出したんですよ。でここで僕は大人の恐ろしさを教えてやろうと思って、バッて組んですぐスパーンと足払いで転ばしたんですね。で起き上がったところをまたスコーンっつって、だからスコーン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 ってなってるわけね。でこれもう家族大爆笑してるんですよ。そうしたらやっぱ男の子だから悔しかったんでしょうね。僕の 手にね両手でしがみついてきて、でしばらく経ったらここがなんかあったかいんですよ。なんだと思ったら、ずっとここによだれをかけてやがって汚ねえっつって、お前これお前決まり手なんだって聞いたら、垂れ流しって言ってましたけどね。でなかなかいいセンスしてんなと思ってね。でそんなそうくんが中学1年になってたわけですよ。でねやっぱ体も大きくなってるじゃないですか、背伸びてんですね。で体型は細いんですよ。で身長何センチあんだって聞いたら165って言うんですよ。でうちの妹も165ぐらいだから、あじゃあお母さんと同じぐらいだなって言ったら、そうなの、あの身長は同じぐらいだけど体重はお母さんの半分って言ったんですよ。その瞬間妹がぶちのめすぞっても言ってましたね。結構スパルタなんだなと思いながらね、そんなのがあって、でまあ中1じゃないですか。で下が6歳ですよね。7歳違うわけですよ。
ね、中1と年長さんってこんだけ差が離れてたら普通妹のことって可愛がりません？あの対等なんですよ、対等なの。一緒にカルタやったんですけど、妹に対してライバル意識むき出しなんですよ、このソウ君が。で、みのりちゃんがお手つきやったら、はい、みのりお手つき3回休みとかって言うんですよ。で、いやいいよみのちゃんね、そんな休まなくてもいいよって言ったら、なんでだよってソウ君が言ってくるんですよ。だってまだちっちゃいんだからさ、お手つきなんか別にいいじゃんっつって、で、本人がお手つきしたんですよ、ソウ君が。したら、やっちゃった1回休みって言うんですよ、ね。いやいや、3回休みだろって言って、いや、俺の場合は1回休みって謎のマイルールを作るんですよ、ね。で、最後カルタが終わって何枚取ったかっていうのを1、2、3ってみんなでこうやっていくんですよ。で、みのりちゃん5枚ぐらいしか取れなかったから途中でこういう状態になりますよね。そうするとそうくんがみのりちゃんにめっちゃ顔近づけて6、7、8ってやってんですよ。お前ほんとクソガキだなと言って、で、それがな、家族めちゃ笑ってたりとかなんかしてて、あと坊主めくりやろうって言ってね、みのりちゃんがめくる時にいつも坊主出せ坊主出せって横で言ってんですよ。で、自分が引いて坊主になっちゃって、あーとか言ってんですよ。お前そうくんなっつって、日頃の行いってあるからなみたいなね。で、あとずっと T シャツ1枚なんですよ。寒いじゃないですか、元日で T シャツ1枚で。寒くないのって聞いたら全然って言うんですよ。ただ鳥肌立ってんですよ。ね、鳥肌立ってんじゃんっつったら、本当はちょっと寒いって言うんですよ、ね。その強がり何なわけみたいなね、まあ、よくわかんないさ、あれぐらいのこうね。で、ダイヤモンドゲームがしたいって言い出したんですよ。で、僕それが分かんなくて、それ何って聞いたら、妹が、あのボードゲームなんだけどちょっとルールが複雑で、みのりはまだできないんだってこう言ってね。そしたらみのりちゃんが、でもそうくんがやりたいんだったらやっていいよ、私は見るばかりってみのりちゃんが言い出すんですよ。すごい言い回ししますよね、見るばかりって言って。だってさ、そうくんダイヤモンドゲームやりたいのにさ、できなかったらかわいそうって言うんですよ。で、その時に、おい、そうくんっつって、みのりちゃんの方がお前より精神年齢上だなって言ったら、そうくんが、お気遣いすいません、みのり姉さんって言ったんですよ。やっぱいいセンスしてないですか？俺ちょっとね、そうくんにすごい可能性を感じてるんですよ。いいコメントするなぁなんて思ってね。で、その後紙飛行機作ってあげて、飛ばしてたみのりちゃんがすごいなんつって、私も作るなんて作り方を教えてあげて、ただ子供だからうまく飛ばせないんですよ。で、それを見たそうくんが、俺も紙飛行機作るって言い出して、お、作ってさ、ちょっとみのりちゃんに飛ばし方とか教えてあげなって言ったら、やだ、俺の方が遠くに飛ぶっていうのを見せつけてやるって言うんですよ。お前ほんとクソガキだなっつってね。もう そんなのでも実際紙飛行機作ってみのりちゃんに飛ばし方とか教えてあげてたんですよ。ほんで、なんだ優しいじゃんなんて俺言ってたら、妹が、あの二人めちゃくちゃ仲いいんだよ、多分精神年齢が一緒だから気が合うんだろうねっつって。そうしたらお姉ちゃんのねねちゃんが、でもさ、中一男子なんてあんなもんだよって言って、あのやっぱお姉さんだよね、冷静な一言だったんですよ。で、まあ5時間ぐらい、まあ、遊んで、で、僕その後新宿末広亭の出番が元日からあったんでね、じゃあそろそろ帰るわって言ったら、またみのちゃんが僕んとこ来て、トシ君また明日ねって言うんですよ、ね、明日は来れないんだよって言って、したらそう君が、俺のことさ YouTube でネタにしてよって言うんですよ、ね、で、なんでだよっつったら、俺ネズッチの YouTube 結構見てるからって言うんですね。で、お前のネタなんか作んねえよって言ったら、作れよ作れよ、あーあーってすげえ絶叫し始めて、で、俺その時に、なんだっつって、俺が実家に帰省して、お前は実家で帰省をあげるのかって言ったんですよ、ね、あ、ありがとうございます。そうしたら、あって言ってましたけどね。全然伝わってなくてね、まあ、結果ネタにしちゃったんでね、まあ、そのうち YouTube の方にもね上がるかもしれませんけどね。まあ、だけどあの3人がどうなってくんだろうなと思ってね、まるでクラシックのコンサートに行くような気分だね。そう、成長するのが楽しみだ。